はい、皆さんこんにちは、トイキピアノのトイキです。いつもお世話になっております。最近髪を切りまして、ずいぶん放置していた長い髪を、この今流行りの外羽ボブというのにしました。美容師さんお任せで、一応このスタイルでは結構有名な方にやっていただいてきましたが、まあ切り終わった時に気がついたら、あのリストとか最近有名なアリソートさんとか、そのあたりのこのヘアスタイルというか長さに近かったなと思って、ちょっと内心喜んでいるのと同時に練習も頑張っていかないとなと思っております。今日は、亡き王女のためのパバーンというモーリス・ラベルという、ドビッシーに並ぶ印象派の方が作曲した、もう本当に本当に本当に息が止まってしまうほど美しい曲を弾いていきたいと思います。この曲は、テクニックが難しいというより、そのハーモニーが特殊で、その前の古典とか、あの古典のバッハ、モーツァルトとかベートーベンとか、まあショパンとか、そういった方とは全然音遣いが違っていて、その和音の構成をこう覚えるのは難しいという、一瞬聞いた時あれって思うような、まあような不協和音をすごく使っている曲です。エリック・サティとかラベルとか、あの非常に不協和音が多い、なおかつ美しい。ジャズでいうとビル・エヴァンスのそのコードのボイシングは、このモーリス・ラベルとかそのあたりから来ているのかなというふうに感じております。ではちょっとお話が長くなってしまうので、亡き王女のためのパバーヌ、フルではありません。前半とても長い曲なので、今日は前半の方だけご紹介していきたいと思います。よかったらチャンネルの登録もよろしくお願いいたします。